レアルソシエダードの日本代表 MF 久保武房22が14日にホームで行われるスペインリーグ第31節アルメリア戦で3試合連続で先発出場するとスペインシマルカが試合前日に予想した久保は先月31日のアラベス戦で右足ハムストリングを負傷それ以降リハビリに取り組み12日にようやくチーム練習に復帰した フィジカルコンディションが懸念されるものの招集メンバー入り、また、2月以降、負傷が続いた踊りをら、前節出場停止のルノルマンもメンバーに復帰した。その一方、カルロス・フェルナンデス、アイエン・ムニョス、ブライス・メンデスが怪我で招集外だった。マルカシはアルグ・アシル監督ができる限りのベストメンバーで臨み、 クボをいつも通り433の右ウィングで起用すると予想した。そのスタメンは GK イコールレミーロ、DF イコールトラオレ、スベルディア、ルノルマン、ハビガラン、MF イコールザハリアン、スビメンディ、ミケルメリーノ、FW イコールクボ、オヤルサバル、バレネチェアとなっている。アールソシエダードは現在3連勝中で、 リーグ戦成績は勝ち点49の6位。6日の国王杯決勝でビルバオがマジョルカを破って優勝したことで、リーグ戦6位のチームにも来季の欧州リーグ出場権が与えられるようになったため、残り8試合それを目指して戦うことことになるだろう。対するアルメリアはここまでのリーグ戦30試合わずか1勝しか上げておらず、勝ち点13で最下位。 二部降格決定は時間の問題とみられている。